令和のモテ男、マイファスヒロが猛アプローチした山本舞香のモテモテぶり。ロックバンドマイファーストストーリー、マイファスのボーカル。ヒロ、30、と女優の山本舞香、26、の交際が明らかになった。24日に文春オンラインで報じられた。それによると、2人は5月から交際を開始し、都内の高級マンションで半同棲しているという。追跡取材で、小悪魔系預言者とも言える山本のモテモテぶりが浮かび上がってきた。山本は2019年から俳優の伊藤健太郎、27、と交際したが、破局。その後、ヒロとのデート報道、伊藤との復縁報道と続き、7月10日にフラッシュで伊藤と破局していたと報じられたばかりだ。ヒロは歌手の森進一、元歌手の森雅子さんの三男。長兄はワンオクロックの高田。昨年3月には女優の内田理央との親密報道があり、令和のモテ男と称された。山本も男性にモテる、本人を知る芸能プロ関係者の話。山本さんはツンツンしている、小悪魔的な一面があります。反対にデレーッと甘えることもあり、そのギャップで男性を魅了しています。また将来を予知するようなことも言う。男性側にトラブルが起きても余裕の表情を浮かべて、私には先が見える、大丈夫、うまくいくから、など堂々と言い、最終的にはその言葉通りになります。頼れる姿が男性にはさらに魅力的に映るわけです。今回もヒロさんから猛アプローチされました。山本はやんちゃなイメージを持たれるが、インドア派だ。料理好きで、コロナ禍で自宅で過ごす時間が増えた際にさらにハマり、和食などレパートリーが増えたという。ヒロはこの日、自身の YouTube チャンネル、森チャンネルで、リハーサル中に文春記者から電話され、取材で3つ質問されたと説明した。1つ目が、付き合ってますか？ 2 つ目が、同棲してますか？ 3 つ目が、ライブハウス付近で俺が抱き寄せてた。その写真があります。事実ですか？と。続けて、付き合ってるし、同棲してるし、抱きしめましたって答えて電話を切った。それがそのまま乗ってると思いますけど、と笑って堂々と認め、山本に入れ込んでいる様子が伺えた。